アンブネラシとは、その地域における生態ピラミッド構造、食物連鎖の頂点の消費者である。アンブネラシを保護することにより、生態ピラミッドの階にある動植物や広い面積の生物多様性、生態系をかさを広げるように保護できることに由来する概念。イヌワシアクイラクラセトース代償様々な哺乳類や、鳥類、爬虫類を捕食する。大型の肉食哺乳類や、 猛筋類、広い生息地を必要とする生物種がアンブレラ種として扱われることが多い。イエローストーン国立公園における肉食獣の研究において大型肉食獣はアンブレラ種ではありえないという研究もある。大型獣は得てして生息地ジェネラリストであり、大型獣の生息地の質が生息地スペシャリストである中小型獣等に好ましいという保証がなければ、 いかに広い生息域を必要とする生物種といえどもアンブレラ種とは言えないこととなる。大型獣と他の中小型獣との生息域における関連性が解明されていないこと等からアンブレラ種であるか議論の余地がある。獣類については具体的にアンブレラ種の条件を満たしていることを明らかにした研究結果は公表されていない。ありがとうございます。